多かった。そうね、そんなことない。川越はもういい。そうなんだ。川越めっちゃ遠いよね。車にひかれて死ぬかと思った。すごい光るそうだったから。結構ほらガードレールとかないよね、言われてみればね。川越ガードレールはないね。車通ってるでしょ、うんうんうん、あ、歩いてた、はいはい、歩道歩いて、あの歩いたら危険ってあっちは。でも川越とかから、でも雰囲気好きだけどね。いいんじゃないってけど、うん、あんまりだったで、なんでかな。あと芋だった。どっかにある、木更津にあるアウトレット、もう行ったけど。あ、アウトレットもある。もうざっくり対して行ったって。ほら、なんか街のちょっとしたもので、マークレイフ田舎で、っていう感じだった。アシビナの方が陸上通って。 ありがとう、いただきます。人間味あふれるとか、なんかいろいろ、なんか言ってたよ。ムーミンが言うの？うん、なんか言ってたって、ムーミンがね。私も良かったって。でも遠かったって。でもなんか、もっとさ、女子同士で行ったのかいや。だから、スタバーさんが、あって言ってたね。遠かったって言ってた。あと大井町に泊まってた。川越も行った。川越からちょっとムーミンパーク行って、その後に川越行ったって。あ、で本川越で降りて、そこから15分ぐらい歩いたって。私30分ぐらい歩いたよ。前行ってる。川越って3つぐらい駅があるんだよね。そうなの。あ、ちょっと歩くかも。歩くかも。うんうんうん。でも私はムーミンパークここに行ったかも。電車で行ったの。ゆっくりできんかったって言ってたはずよ、ムーミンパーク。あ、そうそう、あの川越回ってムーミンパークに行ったから、うん、あれ、なんかの中では川越は雨の上がりだった。川越でも良くない？私は好きだけどね、小京都みたいな、うん、お芋のさ、お菓子がいっぱいある、うん、そうそう。なんか王子の保育に働く人たちね、川越から通ってる人がいて、怖くない？旅じゃんだよ。あなた失礼よ。何分かかるんだよ。1時間ぐらい。1時間ぐらい。
。